えー、詩人逮捕制度悪用して YouTube で暴力、脅迫、ヘイト、晒しなど反社会的なことで金儲けをしている連中が大炎上したおあたになってますが、それを容認している YouTube に一番ムカつきます。ガーシーの時もそうだが、たくさん通報きてるはずなんで、なんでさっそく永久万しないのか理解がない YouTube にとっては私人逮捕系 YouTuber がもなす駅なんか数面の目な話、マイナス面をかかったらさっそく永久万死とでしょうか。えっと、あの、えっと、コロアキさんが、あの、チケットの転売をしてる女の人が、 あの、YouTube 自体僕見てないんですけど、なんかあの、切り抜きを Twitter で見たんですけど、で、その、なんか僕が見た時はすでに女の人が走って逃げてる状態で、で、走って逃げてる時に捕まえようとして、で、その時に、あの、右足の靴が脱げて、で、タクシーが来てタクシーに乗って、 で、で、でもそのタク、逃げんなって言って、そのタクシーにそのなんか、コロアキさんとその周りの人とかが一緒に乗ったりして、降ろした。で、それが主人逮捕であるっていう話なんですけど、僕はあれ見てる限り、暴力も脅迫もヘイトもなかったと思うんですよね。で、まあ、ただ、晒しかどうかっていうのであれば、その、転売行為と違法行為をした人の顔を、まあ、マスクはしてますけど、そのモザイクをつけないので晒してやると。 ただ、現行犯の犯罪行為をしている人の撮影したものをそのまま報道すること自体は、日本では合法のはずです。あの、普通にテレビの番組とかでも、あの、そのなんかあの、現行犯での人がやりましたとか、逮捕されますっていうのを撮影してると思うんですけど、なので、あの、すでに犯罪行為が行われていて、その証拠があるのであれば、それは私人逮捕にも当たるので、 なので今のところその暴力、紅白、ヘイト、晒しなどのその反社会的行為かどうかであれば確かに反社会的行為かもしれないですけど、じゃあコロワキさんがやったことは刑法に触れるかっていうと僕が見てる限り刑法に触れるのはなかったと思います。で、あの、例えば、逮捕の時に、じゃあそのなんか怪我をしました。例えばじゃあ、えっ、ー、と、 じゃあ、宝石強盗をたまたま見かけました。で、通りがかった、そのなんかたまたまスポーツ長官、室伏さんみたいな人が捕まえて、倒して、抑え込みました。で、その時に倒した時に、その腕をぶつけて打撲しましたとか、その抑えてる時に擦り傷ができました。いや、あの、その、宝石強盗の方がね。で、その宝石強盗が擦り傷ができた。で、僕、打撲があった。で、これ自体は確かに障害なんですよ。ただ、 逮捕の時には、逮捕で必要な範囲内の、その力の行使であれば、合法であるっていうのがあるので、なので逮捕するときに、その、引き倒したので、そのなんかあの、打撲をしましたとか、怪我しましたとか、もしくはじゃあ服が破れましたとかでも、それは逮捕、逃げ逃亡しようとした人を逮捕しようとした行為に付随して発生する傷害事件だったり、 ま、あその服が破れたと、あの、器物遊んとかですけど、っていうのなので、基本的には合法の範囲内になります。なので、その、コロアキさんの動画を見てる限りは合法なので、むしろそれを、その、なんか YouTube でアウトにするっていう方が結構難しいと思うんですよね。要はその、誰かが逮捕する行為を YouTube 上でアウトにするってなっちゃうと、その、じゃあ、えっと、なんか、 えっと、交通違反をして走ってる車とかをたまたま撮影してる動画とかあるじゃないですか。あれ全部アウトになっちゃいますよ。要はそのドライビングレコーダーとかで煽り運転してましたみたいなやつとかも、煽り運転をしてるから動画を上げてこいつ良くないよねって言って、結果としてその人が逮捕されたみたいになるんですけど、煽り運転を明らかにしてて、それをね、違法行為。 なんですけど、まだその、裁判の判決は受けないじゃないですか。でも、現行犯としてその動画内だけらがに法行為してるよねって人だったら、じゃあそれを動画としてあげていいよってことになったりするので、なので、今のところ、その僕がそのツイッターで見てる範囲内であれば、法には触れてないので、問題がないという判断に YouTube 上はならざるを得ないんじゃないかなと思います。